関西大学ラグビー A リーグの入れ替え戦ということで、今日11時45分からですね、龍谷大学 B リーグの1位と対戦します。スタメン関西大学発表されました。前列1列目フォワードの宮内、滝本、細谷、2列目ロック中園、中村、で3列目奥平、岩崎で、ナンバー8に池原翔、でハーフ団が、スクラムハーフに溝口、それから、スタンドオフ池澤、で両ウィング大西、三宅、でセンターに、藤原、溝口で、フルバックに立石ということで、いいメンバーで、最後、A リーグに残って代表を迎えればなと思います。非常に選手気合入ってますので、やっていただきたいと思います。11時45分開始です。ゴーカイザーズ。Thank you.
2021土曜関西大学ラグビー ABB 部入れ替え戦、関西大学対龍谷大学の試合は50対22で関西大学が勝ちました。あれだ。しっかり抑えれるように、やっていかないと厳しいかなと思っています。本日はありがとうございました。
ました。ありがとうございました。続いてキャプテンよろしくお願いします。まず本日はありがとうございました。でまずこの入れ替え戦に勝てたというのが一番の今日の良かったと思います。本当にこの1週間、チーム全員で練習からすごくいい雰囲気で、いい強度でできていて、本当にもう部員全員で掴んでいた勝利だなと思っています。まあ、最後も、監督もおっしゃったんですけど、最後のところの失点は本当に両さんの気持ちのこもったプレーに自分たちが負けてしまったので、そこは来年につながる一つの課題かなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて質疑に移りたいと思います。先ほど同様ですね、お名前と所属申し上げていただけたらお願いしたいと思います。はい、どうぞ。そうですね、やっぱり入れ替え戦の雰囲気というのが最初やっぱり、まあ、経験している人も目が恐らかったので最初それで緊張でミスも多かったんですけれども、そこはしっかり全員で声を出して雰囲気でカバーしようというふうになってたので、それだったらかなというふうに思います。後半はすごいやっぱり立て直されて、あの元気がハツラとされていたところがあったかなと思うんですけど、それはやっぱりその声出しっていうのを入れ替えされたんですか？そうですね、まあいいプレーは褒めて、まあ、ミスがあってもしっかり頭全員カバーするっていうのができていたので、そこでは雰囲気悪くならず、いい雰囲気に自分たちの中でも持ってこれたんじゃないかなと思います。最後にあるんですけど、もうキャプテンを引退ということにやられると思うんですけども、まあ、来年度の後輩に向けて、まあ、何かメッセージだったら一つお願いします。本当に今そのチームで戦ってほしい、チームのメンバーとつながってほしいというところが一番伝えたいところで、やっぱりそのラグビーは試合に出るメンバー15人、今23人なんですけれども、それ以外は、まあ、このラグビー部で100人超える部員がいるので、そこをメンバーだけじゃなくてしっかりその全員で一つの試合に臨んで、まあ、チーム全体で戦ってほしいというところが本当に後輩たちにつなげたい思いです。ありがとうございます。ありがとうございました。またございますので、はい、どうぞ。すみません、三日スポーツです。三日間の、はい、まずは、ありがとうございます。これで、次が4シーズン目ですね、連続で A に。そうですね。そうですね。はい、こう3シーズンやってこられて、いろいろ上でやって、もう一つ上に、ね、なかなか行くのは難しいと思うんですけど、でもそろそろというような気持ちも見えて思うんですが、はい、そのあたりいかがですか、そのあの来年以降に対してこう見えてきているものとか、少しこのあたりっていうのは何か見えることがありますか？そうですね、A で戦う土台はできつつあるかなと思ってまして、で、今日はあのセットプレーで優位に立てたんですけど、はい、A リーグではやっぱり優位に立てる試合がすごく少なくてですね、はい、その辺もまあ、フィジカルの部分で強化するっていう体制は、できつつあるので、はい、来年こそは、はい、セットプレーも安定して、うちの速いディフェンスのセット、速い上がりでしっかりプレッシャーかけれたら、もうちょっといい試合ができるんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。あ、すいません、関西大学長富です。お疲れ様でした。森監督にお伺いしたいんですけども、まあ2019年にまあ A リーグに昇格してからのまあ4年間ということで、どうでしょう、そのなかなかコロナウイルスがあったり、本当に非常に難しいこの4年間、3年間だったなと思うんですけども、いかがですか、こう振り返ってというか、今4年生が1年生の時に上がって、でここはディフェンドしてうまく残れたと、いろいろ振り返っていかがですか？そうですね、学年別に特色があってですね、今年はいいこと、今年は悪いとかっていうのが結構あったんですけど、やっぱりチームの、さっき池原キャプテンも言ってたんですけど、チームみんなで戦うっていう、みんなで選手権目指すんだっていう、まあ、意識を変えないと A では戦えないというので、ずっと声をかけながら全員でっていうので、まあ、目標にする
目標ではないですけど、チームの最低ラインを作ったりですね、いろいろこう走る方法だったり、ウェイトトレーニングの方法だったりっていう方法、基準を作って、でそこに足りてない人も、もうみんなで、サポートしながら、みんなこのグレードまでやるっていうのをやってきたので、そういうところではみんなで、取り組む姿勢っていうのは変わってきてるのかなと思います。でまあ、4年間で一緒にやってきましたけど、どうですか、はい、4年生に対してのどういうふうな言葉を、まあ、上がって最後はディフェンスしたというところで4年生に対して、ね、木原が1年の時は入れ替えすぎて、うん、で勝てなくて去年6位2勝して今年は1勝しかできなかったんですけど、リーグ戦の内容的にはそんなに悪くてなくてですね、ちょっと力の差があるところには大差で負けてしまったんですけど、接戦で戦える紙一つの試合っていうのは何試合かできたの でそこ そのやっぱ勝つっていうマインドにはなってるようなチームになってるんで、来年はもう3勝6勝できるチームになるんじゃないかなと、はい、